風は現在ホーム追い風コンディションです。風速としては2メートルから3メートルといったあたり。第6レースは内から1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。ダッシュ勢が好スタートを放っています。4コース角からは4号艇の平高が伸ばしていきます。1周1番が4番平高がまくって、外から5号艇の吉川、内を通って6号艇の山口とバックスレッジへ入りました。さあここは4号艇の平高わずかにトップで、リードは2艇身ほど。スタートは前提正常。2番タラスイは内から6号艇の山口、1号艇の浜野屋、5号艇の吉川がついて1周2マークの攻防です。2マークは4号艇平高がトップターン2番手ですが、1号艇の浜野屋、内からは5号艇の吉川で直線コースへ変わりました。先頭4号艇平高、リードは5艇陣と広がって2周目に入っていきます。2番手は現在1号艇浜野屋が一歩優勢ですが、内側から5号艇吉川が上がっていきます。1周目第1ターンマーク、焦点は2番手、内から5号艇吉川が先取ります。1号艇の浜野屋指していくんですが、5号艇吉川、1号艇浜野屋、2艇の2番タラスイが続いていきます。その後方は定冠は4艇陣離れて、3号艇の桐生が門下4番手から追っています。レースは2周目2マークの攻防。先頭4号艇の平高はリードを作って2マークを旋回、1号艇の浜野屋が内側から有利に運んで、5号艇の吉川少しバタつき加減で現在2、3番手の定冠、3艇身ほど開いて3番手、上位体制は4番、1番、5番でラスト1周に入りました。先頭4号艇の平高奈々、3周目男子ランナーに差し掛かっていきます。2番手争いでしたが、1号艇の浜野屋が現在は2艇身から3艇身優勢で、3番手に5号艇の吉川がついています。その後ろは定冠開いて、3番の桐生4番手、5番手は6番の山口、最後方は2番の井口が追っています。先頭から4番、1番、5番の体勢でラストコーナー旋回を迎えます。今日はここ一層白星とします。4号艇平高奈々が先頭、1号艇浜野屋、5号艇の吉川が続いて、第6レースはゴールインです。先頭4番平高ゴールイン、1番浜野屋、5番吉川ゴールイン、3番桐生、6番山口、最高峰2番井口ゴールインです。平高選手の見事なまくりが決まりました。1着4番平高奈々、2着1番浜野屋健吾、3着5番の吉川元博、4番1番5番で確定、2連単5740円、3連単は37090円と、今日2本目の高配当となりました。